まあやっぱり幼稚園の頃にマジンガー Z っていうのがやってて、それでなんかすぐにそれで、まあやがてそういうまあ科学技術、ロボットをはじめとした科学技術がこれからの世の中を変えていって、こういろいろこうまあ、社会課題をですね、片っ端から解決して科学技術が世の中を幸せにしていくよっていうような、まあそういう人は多いと思うんですけど、だから結構憧れも持って見てたんじゃないですかね、すごく。人助けをしていることっていうことがいいことだからやるべきっていうことはきっと違うと思ってるし、多分それだから、例えばロボットもそうですけど、全てのロボットが人の役に立つべきだでは、多分そうなるかっていうと多分そうならないだろうし、そうなってしまうのも違うと思っていて、ただロボットっていうだけで、例えば子どもたちはロボットが大好きであるっていうのには何かしら憧れを持つことができるものでもあって、だからこの活動自体、例えば何かこれを通して社会の役に立っているっていうことは確かにいいことなんだけども、いいことだからやるのではなくって、それに対してちょっと僕も関わってみたいとか、将来こういうようななんかに、例えばここの会に、この展示を見た子どもたちが、まあ、ロボットっていうもの自体に興味を持つ子もいるでしょうけど、それを使って未来がどうなるかっていうふうなことがある意味連想できる空間になってますよね。そこがなんか前向きにというか、その自分も参加したいっていうような憧れに化することってすごく大事だなと思います。